強迫的ホーディングとは、居住空間において、大量の物品をどう起こして収集することを止められず、それにより、著しい苦痛、不全を起こしているという行動パターンである。DSM-5 では、ホーディング障害として定義され、日本語では、溜め込み症と訳される。強迫的ホーディングは、健康リスク、機能不全、経済的問題。 友人家族とのトラブルなどに関連付けられている。悪化したホーディングにより、臨床的に著しい機能不全を起こしている場合、調理、清掃、屋内移動、睡眠などの活動を制限するほど、空間が通常使用できないほどのものになり得る。そのため自身や他者にとって、火災、崩壊、不衛生、感染症、その他の健康問題や、 衛生安全上の災害を起こすリスクになり得る。有病率は成人で2から5%ほどと推定される。児童、青年の発達期に他人を世話し、散らかり、具合をコントロールしてくれるであろう。家族が死去、または失踪した場合、症状は悪化するというのが典型的とされる。脅迫的ホーディング者は収集物へのこだわりや、 感情移入により物を捨てることができずにいる。有名な症例としてアメリカのコリー兄弟の事例がある。強迫的ホーディングの研究は近年始まったばかりであり、精神疾患として DSM にて定義されたのは2013年の第5版からである。強迫的であるかどうかは他の疾患らとはっきりと区別されていないが、現在の DSM では強迫的ホーディングを 精神疾患と脅迫性障害症状の両者でリストしている。DSM-5 においてホーディング障害として定義される診断基準は以下の通りである。DSM-5 における診断基準を大きくまとめると捨てられない過剰に拾ってくる、散らかすため込むことによる心理的苦痛や機能障害の4つがあり、かつ他の精神疾患では説明できない場合に、 診断される。研究からは、重症度と相関が最も高いのは過剰収集であるが、似た状況を予定する買い物依存症とは相関がないとされる。また、ギャンブル依存症スケールとも相関がなく、病的主壁とは異なる病態とされている。他方で不注意、過活動傾向が高く、ため込み症患者の20%が ADHD の診断基準を満たすという、 研究結果もあり、前頭葉の機能障害による認知機能の問題に起因する可能性が高いと考えられている。女性の ADHD について書かれた書籍として、片付けられない女たちが知られる。コーディング自体は、抑うつ、不安などの精神疾患や発達障害でも一般的である。他にもアルコール依存症、パラノイド統合失調型パーソナリティ障害、 回避性パーソナリティ障害などと関連付けられている。認知症による妄想やセルフネグレクトに起因するものも高い割合を示す。びっしりとした本棚はビブリオマニアの症状の一つとされるビブリオマニアは本の収集やホーディングが社会的関係や健康を損なうほどになった疾患である。いくつかの精神疾患には本に関連したものがあり、ビブリア不意事や 書籍窃盗愛好者などがある。ビブリオマニアは従来の書籍収集家よりも収集的価値や本質的価値のない本を収集することが特徴である。同じ本を番数ごとに複数収集し利用や娯楽に供すことができる範囲を超えて収集するのが彼らに多く見られる症状である。多頭飼育崩壊は施設的、能力的に変える数以上の動物を飼育して 日常生活や健康にまで支障を及ぼす状況を指す。外資て飼い主は飼育能力の超過を否認するが、飼っている動物の生育状況は往々にして悪く、飼い主自身の健康や家族まで含めた日常生活、さらには近隣環境にまで悪影響を及ぼしていることが多い。アイコンで埋め尽くされたパソコンのデスクトップ画面デジタル、ホーディング、e ホーディングとは、 もはやその個人にとって価値がないのにもかかわらず、電子データを過度に取得し、それらの削除を拒むことである。この行為には、デジタルストレージ機器の大量保有や、無用な電子データの所有なども含まれる。この用語は、ポップカルチャーで普及しつつあり、強迫的ホーディングとして描かれる。不要な物品を過剰に保有することになぞらえて、俗にデジタルクラッターなどとも呼ばれる。薬物療法。 認知行動療法などが試みられている。疾患概念としてまだ新しいためエビデンスは不十分であり、定式化された標準的治療法は確立されていない。治療においては、どうにかしたいという思いと処分への強い抵抗感の狭間まで苦しんでいることを理解し、許可なく所有物に触れたり動かしたりしないことを約束した上で、次のような認知行動療法の技法を用いて、 患者をサポートしていく。まずは、動機づけ面接や心理教育を通して治療に向けた動機づけの強化を図っていく。次に、認知再構成法などを用いながら、不要なものと必要なものの選別を行い、不要なものを段階的に廃棄していけるよう、廃棄の優先順位づけをサポートする。その後、行動実験を行い、 所有物を廃棄しても恐れている結果は起こらないということへの気づきを得て不安の軽減を図っていく。これらを通して最終的には不要なものの段階的な廃棄、整理や片付けのルーティーン化を実現できるよう支援していく。ありがとうございます。